いや、めちゃくちゃ楽しみでワクワクが止まりません。龍が如く8の発売日までもう本当にあともう少しというところまで来ましたよね。どうも皆さんこんにちは、刑事チャンネルです。こんなにワクワクしてるのもね、おそらく龍が如く7外伝名を消した男をプレイしたからに他ならないと思われます。龍が如く7外伝は好評発売中。これ何これ。いやでも本当にあのゲームやると8がめっちゃ楽しみになると思いますので、ね、まだプレイしてない方はぜひプレイしてみてくださいというところではあるんですが、今日の動画ではですね、龍が如く8楽しみにしている6つのポイントみたいなお話をしていこうかなと思います。同じように楽しみにしてらっしゃる方は皆さんぜひね、どんなところが楽しみなのかっていうのを教えていただけるととても嬉しいです。龍が如く8の発売に向けてみんなで盛り上がっていきましょう。楽しみな部分その1。ちょっと待って、今回は孫悲も仲間にできるんですか。いやそりゃ楽しみすぎるべ。あ、いいんですかね、いいんですかね、孫悲ちゃんをジョブチェンジしちゃってもいいんですかね。じゃあハウスキーパーにさせてもらいますよ。あざす、本当にあざす、ありがとうございます。何、そういうところじゃない。いやって言いますけど、龍が如く8には本当にいろんな楽しみがあって、それもね、結構大きな楽しみの一つではあるんですけどね、私ね。龍が如く7やっててね、孫悲ちゃんドストライク。孫悲ちゃんとドストライク。せいせい。まあでも今回龍が如く8の藤宮千歳ちゃん、龍が如く7概念クリア後に解放されるスペシャル体験版でちょっとご一緒できるんだけれども、水着姿めっちゃエロかった。あ、すいません。あ、すいません。ちょっと待って。そういう楽しみ方ばかりじゃないんで、そういう楽しみ方ばかりじゃないんで、楽しみなところその2、やっぱりストーリーがめちゃくちゃ楽しみです。公式ホームページにはですね、再びどん底から這い上がる男春日一番と人生最後の戦いに挑む桐生一馬と記載されております。やっぱりすごく気になるのが、人生最後の戦いに挑む桐生一馬っていうこの一文ですよね。ずっとファンだった方は今どんな心境で発売を待っているのでしょうか。だって俺だってそんなにシリーズ経験深いわけでもないのに、ねえ、すごいなんかこう不思議な気持ちになってるもん。そのね、人生最後の戦いって言ってる桐生さんの物語と春日一番の物語が、まあ、どのように融合してどのように広がっていくのか非常に楽しみですよね。まあ、ジャッジアイズのシリーズとかもそうなんですけれども、まあ、ここのねゲームはね、ストーリーの見せ方がめちゃくちゃうまいんですよね。まあ、体験版やった時点でなんかその新しくまた物語が動き始めてるっていう感覚がすごいありまして、すっげえワクワクしたんですよね、体験版プレイしたら。でも体験版の時点でね、桐生さんがまたすげえかっこいいの、すげえかっこいいのね。そんな龍が如く8スペシャル体験版がプレイできるのは、龍が如く7外伝名を消した男クリア後のみ、好評発売中。これ何、これ何なの。何なんだ、よくわかんない。あ、ちょっと待って、でもね一つだけ怖いことあって、キングヌーの井口さんの吹き替えはちょっとマジで怖えぞ、これちょっとマジで怖いことになってるよ、ね。いやちょっと本当にちょっと怖いことになってるよね。と思って、ちょっとおっかないなと思っております。まあ逆に言うと、いかに声優のね皆さんがね日頃からさらっとすごいことやってるのかっていうのが非常によくわかる。そういえばわかる。どうなのあれ、あれどうなんだよあれ。せいせい。楽しみなのとその3、過去最大級のマップの広さ。今回ね、ハワイが用意されてるんですけれども、エリアでね、まあ皆さんもご存知だと思うんですけれども、そのハワイのエリアだけでも様々なエリアがあるんですよ。アロハビーチエリア。これはハワイでも非常に有名なところですね。私も行きました。アナコンダエリア。これあれだよね、アラモアナショッピングセンターのことだよね。ワイキキタウンエリアに、チャイナタウンエリア、リトルジャパンエリア、第5地区エリア。他にも様々なエリアがある。ちょっと待ってと、ハワイだけでどんだけエリアあるねんと。え、これ全部繋がってるのかな。だとしたらすごい広さよね。いや、なんか体験版で行き来できるところって多分、その、範囲がせこうギュッとね、絞められてね、絞め、ちょ、何範囲がね、決められてたから、なんかその広さとかどれぐらいなのかっていうなんて、体験版だけでは分かりかねてしまう感じだったんですよね。
それだけに、このねハワイがどれぐらい作り込まれているのかっていうのは非常に楽しみです。あ、ちなみにワイキキタウンエリアではですね、夜でっかいオウムみたいなのをですね、勝手に肩に乗せてくるおじさんがいます、肩に乗せると勝手に写真撮られて勝手に お金請求されますので必ず断ってくださいっていう風に、観光の時に注意を受けました。せいや。でまあもちろん今回ね伊勢崎伊仁町もあったりもしますので、エリアがどんどんでかいエリア広がってってるっていうところで、過去最大級のマップが用意されているとね。まあでも伊勢崎伊仁町はちょっと無駄にでかいまであったような気はするんですけれども、まあでも広くなった分やっぱりこうね、今ご覧いただいた通り様々なロケーションを楽しめるということで、でもマップそんなでかくてどうすんのって思う点に関しては、まあ、歩き回ったりするとねキャラクター強くなれるんですよ。至る所にね武器の素材とか武具なんかが落ちてるんだそうです。体験版でやった時はですね、ポテトチップスが落ちてました。なんか駐車場の片隅みたいなとこにポテチが。あとビーチとかね泳いでめっちゃアイテムとか取れるんですけど、私はこれはまあ5分もしないうちに飽きましたけどね。5分もしないうちに。いやでもゲーム本編では多分これキャラクターが強くなるための素材とか手に入ったりするんでしょ。そうなってくると探索したくなるじゃないですか。ただしキャラクター強くするための探索って戦闘で強くなる必要性を感じないとやっぱり探索する気にはならないと思うんですよね。それは要は戦闘でそれなりの歯ごたえを感じる場所がどっかにあったりしないと探索して強くしようっていう気持ちにはならないので、まあ、その辺の融合とかどうなってるのかっていうところも楽しみなところではありますよね。龍が如く7の時はね、ゲーム中に1箇所だけ苦戦を強いられるポイントがねあったんですよね。でちゃんとその苦戦ポイントのタイミングでなんかこうレベル上げできるような場所とかも用意されてたので、すごいねうまくできてたのはできてたんですよね。まあ、今回もそんな感じでね、 RPG としてのバトルとか探索っていうのをね楽しめるような仕様になっている。それをきっかけを作ってくれる大きなねマップになってくれてると嬉しいなと思っております。楽しみなところその4、バトルのパワーアップ。今回龍が如く8は前作同様単性のコマンドバトルとなっておりますが、ただね龍が如く7の単性のコマンドバトルの時点でもかなり楽しかったんですよね。やっぱり従来の龍が如くはアクションだっていうところでコマンドバトルであることに抵抗を感じた方もいらっしゃると思いますし、まあ、結局最終的に受け入れられなかったっていう方も中にはいらっしゃるかもしれませんが、でも単性のコマンドバトルでも非常に迫力のある出来になってましたし、サクサクとしたテンポで楽しめるような出来てたんですよね。まあ、こういうバトルにすることで誰でも遊びやすくなるっていう利点がありつつ、それでいて迫力があるっていうね、まあ、私は7の頃からこのバトルがすごく好きでした。まあ、ただね不満もあったんですよ。バトル中のねキャラの位置取りが任意でできないから思うように戦えなかったっていう不自由はねあるにはあったんですよね。だけど今作龍が如く8では戦闘中にキャラを移動することができます。この機能はねもう本当に7の頃から欲しかったのでとても嬉しかったです。いややっぱりほら看板とかさ街中に落ちてる武器は意図的に拾って使いたいじゃないですか。でせっかく仲間と共に戦うんだから仲間との連携をこっちからうまく仕掛けられたらよりいいなって思うじゃないですか。これもね、まあ、体験版やる限りはもう戦闘中本当に自由に動けるって感じでもなさそうではあるんだけれども、でも狙った連携とかっていうところ結構うまくね動作する場合も結構あったりしたので、これはさらにね戦闘が楽しくなるんじゃないかなと思います。で単性のバトルってそう時間がかかっていちいちめんどくさいかなって思うかもしれませんけど、雑魚キャラとの戦闘マジで一瞬で終わりますね。スパスパドーン終わり。いや本当にこんな感じなんですよね。電気消えちゃいましたけど。で今回龍が如く8に関しては雑魚キャラに関してはさらにクイックバトルっていうのが選べるので、なんかね一撃でね終わらせられるんだって戦いを。その代わり経験値が少なくなるみたいなんですけれども、サクサク進めたい場合のさらに早い選択肢っていうのを取れるようになるみたいですね。あでもね多分それやんなくてもまあまあ早いと思うよ雑魚キャラに関してはね。まあ後半になってくるゲーム後半になってくるとだんだん雑魚キャラも強くなってくるからちょっと時間かかるよなってなった時にそういうのを選ぶとかそういうところになってくるかもしれませんけれどもね。でもそしたらレベル上がらないじゃないと思うじゃない、ね、いやレベル上げはレベル上げでなんかそのよしレベル上げようってガチッとやるときにそのレベル上げする。何言ってるか分かります俺でも自分で言ってて分かんなかった今。
楽しみなところその5、過去最大規模のプレイスポット。いや今回ね、これまあちょっと見ての通り、これかなりテンション高めのプレイスポットが用意されてるのかなという気がしております。まあ要はミニゲームが多いと。でまあミニゲームが多いって竜が如くシリーズとかっていうのは大体そうだよねって思うかもしれませんけど、ちょっとね頑張ってやりたくなりそうなミニゲームが割といくつもあったりするんですよね今回。その一つがどんどこと、なんでかわかんないけどガチャピンとムックが普通にいてこの島を開拓していくと。でこの島に散らばるゴミをまず片付けていって、その後 DIY でありとあらゆるものを作って設置していくと。で最終的にどんどん街が発展していきますと。コンビニとかも作ることができるみたいです。だから便利な場所になっていくわけですよね。おいちょっとカムロ町になっちゃってんじゃねえか、カムロ町に。ちょ、お前なんかどっかで見たことあんな、お前どっかで見たことあるぞ。まあ、こんな感じでね、いろんな人が遊びに来たりもしてくれるということで。で、キャンプファイヤーとかもやっちゃってます。もう察しのいい人は気がついちゃってますよね。動物の森じゃん。動物の森ですやん。感動的なね、熱いストーリーを楽しむだけじゃなく、動物の森も楽しめる、そんなゲーム他にありますか？ありませんよね。こんなことができるのは、龍が如く8だけ！龍が如く8、好評発売中までもう少しです。あともう少し。こんなもんやり込みたくなるに決まってんじゃないですかね。で、今回さらにスジモンバトルがあると。なんなんスジモンバトルって思いますけれども、要はですね、ハワイで変態たちをですね、スカウトして、まあ、変態たち同士で戦わせるっていう、まあ、変態が織りなすポケモンなわけですよね。いや、このゲーム画面とかほんとギリギリだと思いますよ。ほんとギリギリ。果たしてこのね、スジモンをやり込みたくなるかどうか、俺には全くわからない。全くわからないけれども、あるからにはやってみたくなっちゃうんじゃないですか。ただですね、今回私もここは極めていきたいな、このゲームプレイはっていうのもありまして、それがマッチングアプリですね。まあうまく会話をしていって、女の子と会話を盛り上げて口説くことができたら、いよいよ女の子と会うことができます。女の子なんでこの格好できちゃったのかね、もう。そういう気満々じゃん。もうそういう気満々じゃん。そういう気満々じゃん。大変失礼いたしました。あ、違うんですよ。このマッチングアプリやると人間力が上がるらしいんですね。カスが一番の人間力。人間力ってすごい、セブンの時から大事で、新しいジョブにつけたりするための大事な能力でもありますし、最終的にその人間力が高いと、ま、女の子落とせる。セキュま、今回もそういうことでしょ。ね、人間力ね。セガさん。人間力を上げる課金アイテムを用意して待っててください。出発。というところで楽しみなところその6、その他いろいろ、いやそうなんですよ、その人間力も含めてですね、まあいろんな人との交流が、まあ、春日一番、要は主人公のパラメーターで変化してくると。どうしても攻略したいなあの子っていう時に一生懸命ステータス上げるのが、ね、相当楽しいんですね。ただ人間力のステータス上げるのね、セブンの時後半すごい大変だったんですよね。まあ最終的に私は課金アイテム使ったわけなんですけれども、まあなんかその寄り道なんだけれども全力で挑みたくなるようなものが用意されている可能性も、まあ今回は高いですよね。そのターゲット対象に、まあソンヒちゃんがいる可能性があるとなると、ちょっと待って、ソンヒちゃんはどのパラメーター上げたら落とせるんだ？ソンヒちゃんはどのパラメーター上げたら落とせるんだ？あとはね、絆レベルですね。これもね、セブンで同じような要素がありまして、で、今作ではね、この絆レベルっていうのが、なんかより一層戦闘の強化になりそうです。だってここの画面の説明見ただけで、戦闘に欲しい要素たくさんありますもんね。まあ、セブンの時もね、攻撃の後に追撃してくれやすくなるとか、最終的に絆を技を覚えるとかっていうのはあったんですけれども、まあ、今回ね、その絆を深めることが、戦闘でもっともっとアグレッシブに効果が出てくるんだとしたならば、ね、ソンヒちゃんとの絆のレベルを上げな、なんか俺なんでソンヒちゃんを狙ってますみたいな感じになってっけどさ、ね、しばかれるよ、ソンヒちゃん。パシッ。しばかれたいわ。
今回の武器の作成、さっきも言いましたけど、マップいろんなところはうろついたり、さまざまなねアクティビティこなしていくことで、まあ、武器の素材とかっていうところが手に入るみたいなんですけど、なんかその武器と素材を使って140種類以上もの武器を作成することができるんだそうです。ちょっと待って、わかんないけど、なんでそんなにそこ気合い入ってんすかね。いやね、140種類言っても仲間1、ね、全員分でしょって思うかもしれませんけど、仲間10人ぐらいだとして1人頭14種類のね作成武器があるとしたならば、かなり多いと思うんですよね。ちなみにですね、体験版では春日一番最初から電撃属性の武器持っておりました。つまりはそういうことなんですよ。つまりはそういうこと。楽しみですよね。いや、そういうなんか意外と RPG としてシンプルに楽しい部分っていうところを結構ツボ押さえてやってきてくれてたんですよね。セブンの時もそうなんですけど、で今回さらに、まあ、経験値ね溜まって RPG の作り方またさらに上手くなってきてくれるだろうって思ったら、このね、ゲームが楽しみで楽しみで仕方ないです。ストーリーもゲームプレイも、そしてアダルトな部分も全部楽しみで仕方ないです。あ、でも一応言っとくけど、本当に楽しみな部分はストーリーです。いや、これマジで。ガチで。ね。硬派な部分。一番硬派な部分が一番楽しみで仕方ない。そういう風に思ってやまない私、刑事チャンネルの龍が如く8、楽しみにしてる部分でございました。皆さんはどこが楽しみですか？私が抜け落ちてる部分あったら補足してください。じゃあね。